い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、唇の月食がないということは、今回もリップ紹介をやっていきたいと思います。リップ紹介って結構好評だったりとか、私もリップ集めるのが日頃からすごい好きで、多分そういう方も多いと思うので、今回もとっても可愛いリップたちを紹介していきます。今回紹介するリップはこちらでございます。色からして、うわ、またシュナタン可愛いリップ紹介するじゃんって思ってくれた方もいると思うんですが、多分ご存知の方も多いと思うんですけど、最近結構話題かな、インスタグラムでも私見かけるんですけど、マージーっていう、ここにちょっとうっすらとロゴがあるんですけど見えるかな、マージーっていう韓国のコスメブランランドになります。とてもプチプラのコスメが多いので、結構お手頃な価格でゲットできたりとかするんですけど、今回紹介していくリップがバイトザビートメローティントというリップを紹介していきます。6色あるんですけど、このリップはですね、マージの中でも人気ナンバーワンでベストセラーのリップになってます。今回はその6色すべてスウォッチして、最後に私の6色の中でのお気に入りを見つけてですね、今これ普段のメイクをしているんですが、このリップを使ってちょっと韓国っぽい感じのメイクをしてお気に入りを発表させていただけたらなと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきます。ほんとね、リップ私大好きなので、毎回毎回楽しみなんですよ、リップ紹介するのがまた後で唇に乗せていこうかなとは思うんですが、とりあえずまずは腕にバーって出してみたいと思います。はい、ということで全色出してみました。こんな感じでございます。左から M1 番、 M2 番、 M3 番、 M4 番、 M5 番、 M6 番になっております。いやー、可愛すぎません？全体的に結構ダークめな、濃いめなリップになっていてですね、割とここら辺はブラウン味が強いカラーで、この2色は結構パキッとした感じのカラーになってるかなと思うんですが、で出してみて思ったんですけど、結構ティントって個人的にはちょっとムラができやすいのかなっていうイメージが勝手にあったんですが、このティントは塗るとめちゃくちゃ綺麗にバーってついてくれるんですよ。一塗りでこのぐらいの発色をちゃんと出してくれるので、そこもとてもいいなって思いました。仕上がりは多分セミマットっぽい感じだと思うんですけど、ちゃんと潤いもあるんですよ。乾燥もあんまりしにくいだろうし、伸びがすごくよくって、アレンジしやすそうなテクスチャーだなっていうふうに思いました。伸びやすいのでポンポン塗っていくのもとても可愛いんじゃないかなと思います。はい、じゃあということで、これを今から唇に一色ずつ塗っていきたいなって思うんですが、今言ったようにグラデーションリップもすごい作りやすそうだなって思ったのと、やっぱ韓国コスメなので韓国風にグラデーションっぽくする塗り方と、全部ガーって塗る塗り方、この2パターンをそれぞれやっていきたいなと思います。でもやっぱすごいですね、今メイク落としで手に装置したやつを取っていったんですけど、メイク落としでこすってもこんだけしっかりついてくれてます。やっぱティントってすごいな。じゃあまずは M1 番から順番に塗っていきたいなって思うので、こちらのカラーですね。ではまずはグラデーションっぽく塗っていく塗り方でやっていきます。それを全部ガーって塗るんじゃなくて、適当にポンポンポンとこんな感じかな、で塗っていって、で指で薄く広げていきます。普段私はがっつり塗っちゃうことが多いので、慣れてなくてもしかしたら下手くそかもしれないんですけど、ご了承ください。どうですか、感じなのかな。でもほんと伸びがよくって、私でも結構簡単に、どうですか、こんな感じで合ってるのかな、ちょっと伸ばしすぎたのかな。軽くポンポンと薄めにつけてみました。薄めにつけるとやっぱすごい使いやすいカラーですね。より肌に馴染みやすくなるっていうか、でも赤みもしっかりとあって薄すぎない感じがいいですね。じゃあ続きましてベタ塗りで塗っていっちゃいます。結構がっつりやっていきますね。あ、これ質感がすごい、ほんともうなんて言うんだろう、めちゃくちゃ塗り心地がいいです。私が持ってる他のシリーズのマージーのリップもめちゃくちゃ塗り心地がいいんですよ。それに感動してすごい使ってるんですけど、やっぱりこれもめちゃくちゃ塗り心地いいです。普通にリップクリームを塗ってる感じっていうんですかね、リップクリームって結構しっかりと保湿をしてくれるような感じ、潤うような感じの質感っていうかだと思うんですけど、本当にそんな感じでしっとりとした質感ですごいスラスラ塗れます。でこう唇合わせた時とかも本当に軽いから、全然なんか口紅を塗ってる感じがないというかで、しかも発色がいいですね。めちゃくちゃ可愛いです。手に出した時よりも割と赤みが強めな感じで出てくれたかなっていう風に思います。わかるかな？アップで見てもすっごく仕上がりが綺麗なんですよ。ほんとまんべんなく綺麗についてくれて。やっぱムラができないのでめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。どの角度から見てもすごい綺麗。
はい、ということで M1 番はこんな感じでございました。はい、では続きまして M2 番を塗っていきたいと思います。はい、それぞれの塗り方で塗りました。こんな感じでございます。この色もやっぱ可愛いですね。さっきのよりもちょっとだけ濃いめな感じのカラーかなというふうに思います。ブラウンのニュアンスがより足された感じで、すごく深みのある感じのカラーかなと思うんですが、やっぱちょっとブラウン系のニュアンスが入ることで肌に一気に馴染みやすくなるので、結構濃いめなカラーだと思うんですけど、すごい自然な感じで、しかも濃いめなリップって本当顔をパキッと見せてくれたりとか、リップで一気に顔を引き締めてくれる感じがするので、すごい好きなんですけど、このカラーもとっても可愛いですね。はい、ということで M2 番はこんな感じのカラーでございました。じゃあ続きまして M3 番を塗っていきたいと思います。やっぱティントなので、ちょっとまださっきのリップの色が残っちゃってて、元の唇の色よりも濃いめになっちゃってるんですけど、そんだけ色持ちがいいっていうことですよね。はい、じゃあちょっと M3 番も塗っていきたいと思います。はい、というわけで M3 番それぞれ塗ってみました。こんな感じになっております。 M1 番と M2 番に比べるとちょっと明るめな感じのカラーかなっていうふうに思います。さっきのリップたちは結構しっかりとダークな感じだったと思うんですけど、このリップはわりかしオレンジ味が強い感じの赤っていうか、ほんと朱色っぽいテラコッタっぽい感じのカラーかなっていうふうに思います。なのでこのリップは本当誰でも使いやすいかな。パキッと塗っていってももちろん可愛いし、薄くグラデーションっぽく塗っていっても本当に使いやすいので、今時な感じのリップメイクもできつつ、デイリー使いもしやすいカラーかなっていうふうに思います。迷ったらこれをつけたら間違いなさそうな、そんな感じのカラーになっております。はい、ということで M3 番はこんな感じでございました。というわけで続きまして M4 番のカラーを塗っていきたいと思います。ちょっとこのカラーどんな色になるか楽しみですよね。はい、というわけで M4 番塗ってみました。こんな感じでございます。やっぱダークリップ可愛いですね。ちょっと紫がかったような感じのカラーで、グラデーションっぽい感じで塗っていってもちゃんとダークリップだなっていうのが分かるのがすごいなって思いました。結構濃いめのリップとかでも伸ばしていくとやっぱり色がね薄くなっちゃうような感じがあるかなと思うんですけど、このカラーは割と伸ばしていってもちゃんとダークさが伝わるっていうか、そこが可愛いなって思いましたね。グラデーションとは違って、またしっかり塗っていってもまた別の雰囲気になって、とってもこのカラー可愛いですね。ほんと何回も言いますけど、ムラなくしっかり綺麗についてくれるので、こんだけダークリップでもすごい綺麗に見えますね、仕上がりが。普通こういうリップとかって結構ムラができやすかったりとか、それが目立ちやすかったりとかすると思うんですけど、すごい肌に溶け込んでくれるような感じで発色してくれるので、ほんと全て均一に綺麗についてくれるのがやっぱこのリップはすごいなって思います。やっぱこんだけ濃いカラーだったらね、歯も白く見えるんですよ。そこもやっぱいいですよね。濃いカラーはそこも魅力かなって思います。はい、ということで M4 番はこんな感じのカラーでした。じゃあ続きまして M5 番のカラーを塗っていきたいと思います。はい、というわけで M5 番はこんな感じでございます。このカラー結構グラデーションが分かりやすいなって私は感じました。赤みがすっごいはっきりしてますね。パキッとした赤で、オーソドックスな赤というか、すごい肌の色も綺麗に見えるし、しっかり顔の血色感も出たりとか、グラデーションで塗っていってもちゃんと赤みがあるので、どっちの塗り方でもすごい可愛いですよね。赤リップ探してるっていう方はこれすごいおすすめだなと思います。はい、というわけで M5 番はこんな感じでございました。というわけで続いてでラストになります。 M6 番を塗っていきたいと思います。はい、というわけでラストのカラーでございます。 M6 番です。このカラーも本当に赤みが強い赤っていう感じのリップになってます。さっきのやつの方がちょっとオレンジ味があったかなって私は感じました。こっちの方がよりピンク系の赤っていうんですかね、グラデーションのリップの方もちょっとピンクっぽい感じで見えたりもすると思うんですけど、チェリーレッドみたいな、同じ赤リップでもなんかこっちの方がちょっと可愛らしい感じの赤かなっていう風に私は感じました。ピンクリップよりも赤リップのが好きだけど、でもピンクの可愛らしさも欲しいなっていう方とかにすごいおすすめな色かなっていう風に思います。なんかピンク系のメイクとかにも合いそうな赤だなっていう風に感じました。はい、というわけで以上で全部装置してみました。いかがでしたでしょうか。もちろん色も可愛いんですけど、私はこの塗り心地が本当にたまらなく好きですね。今見てもらった通り、グラデーションでちょっと薄くなっていってもすごい発色がいいので、色持ちも絶対いいと思うので、ちょっと検証みたいなことをしようかなって思って、今の時期マスクとかをつけると思うので、マスクにつくのもあれだしなっていうので、ティッシュ処方をよく私も日頃からするんですよ。一回リップ塗った後にちょっとティッシュで干してからマスクをつけると、マスクにもつきにくくなると思うので、そうやってやることも多いんですが、ティッシュ処方すると大体のリップはそのティッシュに結構持っていかれちゃって、唇に色があんまり残らないっていうことが結構あるんですけど、このリップは多分ねティントだし、すごい色持ちがいいと思うんですよね。だからちょっとこちらのティッシュで一回ティッシュオフして、どのぐらい色が残
ってるのかっていうのを試してみようかなっていうふうに思います。今これは最後につけた M6 番のカラーです。じゃあティッシュオフしていきます。やっぱちょっとしっとりした感じのリップなので結構ティッシュにはつくんですけど、でもわかりますか、こんだけ残ってるのすごくないですか。こんだけしっかりとティッシュでオフしていってもまだこんなに残ってるんですよすごいですよね。これこのぐらいティッシュオフしたらだいぶマスクにもつきにくくなると思うんですけど、まだこんだけちゃんと残ってくれているので、マスク外した時にね、あ、血色感がなかったっていうことも少ないかなって思います。しかも落ち方もめっちゃ綺麗なんですよね。なんかムラなく落ちてくれて、なんかもう元々こういう感じの色のリップをしっかり塗ったみたいなムラのない綺麗さを保ってくれるので、今のマスクをつけなきゃいけないっていう時期にもとても向いてるリップじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけでですね、このリップの凄さがだいぶ皆様にも伝わったかなと思うんですが、負けみたいな感じで私のお気に入りの紹介をしたいなと思うんですけど、どうせだったらね韓国っぽい感じのメイクに合わせたいなと思うので、今からちょっとね韓国っぽい感じのメイクとお気に入りのリップをつけていきたいと思います。はい、というわけでこんな感じで帰ってきました。どうでしょうか。ちょっとメイクもね韓国っぽい感じの目元を意識して変えてお気に入りのリップをつけております。今回の私のお気に入りはこちらの M2 番でございます。どの色もめちゃくちゃ可愛くてすごい迷ったんですけど、やっぱこの M2 番はなんかなんて言うんですかね、しっかりとダークリップだし、ちょっとブラウン味が足されたような感じのカラーなので肌にもすごく馴染みやすかったりとか、すごい普段使いもしやすいなっていう風に感じてこれを選びました。でこの M4 番、すごいダークなカラーあったじゃないですか。このカラーもねすごい可愛かったんですけど、より使いやすいのはこっちかなと思って、このカラーを今回私はお気に入りで選ばさせていただきました。このリップをメインとして目元を薄めにするメイクももちろん可愛いんですけど、韓国メイクって言ったらやっぱりアイシャドウが濃いイメージがすごい個人的にあって、結構アイシャドウで色をがっつり持ってきて、リップも割と濃いめのものをつけてるイメージがあったので、今回そんな感じでアイシャドウもこういったちょっとオレンジっぽい感じかな、今回はの色をしてみました。なんかこんだけアイシャドウが濃くてもちゃんと口元も色があるけど、でもそんなにこうぶつかってないと思います。このリップが肌に馴染みやすかったりとかするので、しっかりとダークリップでもうまくバランスの取れた感じでメイクができたんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか結構上下ともしっかりとアイシャドウを塗って囲みメイクっぽい感じにしております。デカめに見えるような感じで目尻のラインをいいとまっすぐ延長させたりとかして、私が思う韓国風のメイク今回やってみました。はい、というわけで今回はこんな感じでですね、マージーのヘローティント6色ですね、こちら全てスウォッチレビューしてみました。いかがでしたでしょうか。もちろんカラーも可愛いんですけど、とにかく私はこのマージのリップの質感だったりとか塗り心地だったりとかも本当に推したいめちゃくちゃいいです。本当にねもうなんか溶け込む感じですごい滑らかな口元になるんですよ。唇も綺麗に見せてくれるし、乾燥も全然気にならないのでアイル心配も少ないかなって思いました。さらにこれがプチプラっていうところにねまた魅力を感じますよね。プチプラだからこそ皆さんにもこの塗り心地をぜひ試してみてほしいなって思うんですが、このマージのリップどうやって買うのっていう方も多いと思うんですけど、楽天で売ってて、しかも楽天学割っていうのがあるんですね。でその楽天学割だと韓国のコスメがすごいお得に買えたりとかするんですよ。今回このマージのリップももちろんこの楽天学割が効くのでお得にゲットできるので、で楽天学割って言ってるんですけど、15歳から25歳までの方だったらこの楽天学割を使うことができるので、私学校行ってないやっていう方も安心してください、大丈夫です15歳から25歳の方だったら無料で簡単に登録ができるようになってます。さらにその楽天学割に初めて登録したよっていう方は送料が無料になるクーポンがもらえます。その他にも登録したらメンバー限定のキャンペーンもあったりとか、楽天サービスでいろいろポイントが貯まったりとかもするんですけど、毎週水曜日に楽天市場でお買い物をするとポイントが 10% 還元するのでさらにお得になるので、よかったらそういうのをちょっと駆使しながらぜひ皆さんもチェックしてみてください。概要欄にも詳しく載せておくので時間がある時にちょっとゆっくり見てみてください。はい、というわけで今回はこのような感じでですね、マージの大人気のこのメローティントの6色全部スウォッチレビューしてみました。いかがでしたでしょうか。とっても可愛い色がね勢揃いしているので、私の動画を見ながら色味を参考にしていただいたりとかしても嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。